Yo! Welcome back! 今ですね、今日は朝サンディエゴから帰ってきて、午前中10時頃出て、いとこの家にですね、昼頃着いて、そこで軽く昼飯を食い、そこで、2時間ぐらいゆっくりして、みんなでお話しして、ちょっとね、何回使ってなかったので、それで、午後、そこからまた1時間ぐらい運転して、午後3時ぐらいに家に着きました。今もう4時50分ですけど、1時間ぐらいかけていろいろ掃除なりなんなり、してですね、ちょっと家を元の状態に戻し、そして、ちょっとだけ時間があるので、この子供たちの後ろのこのシートとかいろいろ撮ってもすげえ、まあちょっとこれカメラ映るか分かんないけど、まあいろいろこう散らかってんですよ。だから中のものをね、これこういうシートとかいつもこうもうすごいものが入ってんだよね、うちの車ってね。だからあれを抜いて今から洗車に行くところでございます。さてカーウォッシュに着いたところです。こうやってみんなで並んでます。はい、あんまりねやっぱこう時間かかるんでなかなか来ないんだけど、私たちはこのね、どこだ、指どこだ、見えるよ、はい、これです。多分ね、$28.95 のこの、このゴールドウォッシュというのに行きますね。はい、カーウォッシュ、クリアコート、レインボーワックス、ポリッシュワックス、シーラーワックス、シャーシだね、もうちゃんと洗ってくれるやつ。このやっぱね、他の下のやつらはね、シャーシ洗ってくれないんだよ。で、やっぱ下からいろいろこう上がってくるわけじゃないですか。で、サビを防いだりとかいろいろそういうのもあって、シャーシもちゃんと洗ってます。はい、そして、サビ止めとかね、タイヤのトリートメントとか、はい、つけてもらう感じかな。これです。このね、やつのうちは、なんか5回券とかなんかそういうのをこうまとめて買ってて、まあ、それをこうちょこちょこ使っていくという感じですね。こうやってメキシコ人の、兄ちゃんたちが、みんなね一生懸命働いてるわけですよね。1時間何ドルいただいてんだか。まあ最低賃金この週は、今10ドルに上がったところなのかな。やっぱこういうこう誰でもできる時間の使い方っていうのは一番やっぱり時間がもったいないね。こんなの本当にどっかの高校生にさ1時間800円とか払ってやってもらった方がやっぱりよっぽどいいですよね、本当にね。これで全部で多分1時間くらいかかるんだよね。ここまで来てこうやって列なんで待って、でもちろん安いねとこ行ったらもっと早くできるんだろうけど、やっぱり傷が入るんですよ車に。まあうち結構もうすでに傷入ってるけど、2010年型とかまあ古いの乗ってるんでね。でもまあいらないのはいらないじゃないですかでやっぱり中のね掃除を非常にこうよくやってくれるっていうのはここはメリットで、だからまあちょっと余分に出してやってもらってるんだけど、まあやっぱ時間かかるんだよね。てか本当こういうの見てるとさ、やっぱりねえ、よく機械とかって作ったもんだよね。こんな当たり前だけど今の時代はこれがさ、すっごいこう発明だった時代があるんだよね、本当に。まあこうやって歴史は動いていくもんなんですな、ね、前はおおって言ってたものがいつの間にかこうやって当たり前になってどんどん進んでいくわけでしょう、まあ、俺たちが今こうデジタル社会になりつつあって、看板とか意味ないよね、何でももちろん Facebook とかインスタで宣伝するべきだよね。ビジネスとかではね、やっぱリテールでさ、インスタでこうドレス売るとか、なんか何家の小物を売るとかそういうのはあったとしても、ね、ビジネスとかサービス売ってる人たちは、いやそんなデジタル社会では俺たちはまだまだやっぱりこうね、コールをして人間の営業でとか言うけど、まあみんなのもね笑われますよね。みんなことずっと考えてたら絶対もう何でもデジタル社会で Facebook 上とかそういうこうプラットフォーム上で、営業するのが当たり前になるんだよね。さて、帰り際におかずを買ってかなきゃいけないんだけど、もうねどうしようかな、どうしようかな、おかずっちおかずがなくて、何これ、肉まん、娘が肉まん大好きなんだよね。ちょっと大きくなってからこういうこと言ってるの、知られたら怒られそうですけど、もう安いし、ちょっと買ってこう。で、あとはこれか、何、わお、よう帰りです。しまいにさっきの1パウンド$8.99のバーベキューポークを買ってですね、今帰るところでございます。肉まんとバーベキューポーク、はい、やっぱり、パパがねご飯担当になるこういうことになっちゃうんですね。お母さんいてよかったね君たちね。
で、今急いで帰りましょう。 OK、さっきね何をしてたかというと、そう、自分の携帯をホットスポットにして Wi-Fi つなげて、自分のパソコン開けて、でお客様の、Facebook のまた、これからキャンペーン2ですねを出しております。まだ無料で働いているフリー期間でございます。やっぱりこれで実績出ない限り僕はこの人からお金を取るつもりはありません。はい、もうちょっとねやっぱり実績出してからこう初月から、お金を取るつもりなので、最初ワンマンスフリーとかそんなケチなこと言ってないで、もうね実績出すにはもう2マンスぐらいでもいいと思ってます。でもちょっとやっぱ難しい格なんだこれは。非常に前にも言った通り、そのターゲットにしてる患者さんが非常にちょっと特殊な方々なので、なのでそこでやりたいと思ったことは、まず、今回ね面白かったのがファーストキャンペーン、もちろんポシャっちゃって全然、患者は出なかったんだけど、でも患者というかその見込み客リード、はね出なかったんで、一人も出てこなかったんだけど、でも、その20ドルを出して分かったこと、収集したデータはですね、その画像を見て、そしてそこのコピーのテキストを読んでクリックしてくれた人の大半が55歳以上であったということなんですよね。55歳以上であった。だからそれをもとに今回、今日出したのは計6つ出しました。3枚、まあそのターゲットにしてる、ターゲット層、この人たちに見せてくださいっていうそのターゲットのね、人たちを2種類作って、その2種類にそれぞれ同じ、画像の、宣伝を3枚流しました。なので、ちょっと分かりづらくて申し訳ないですけど、ターゲット層が2つ、2種類います。で、そこに全く同じコピーを全部つけました。で、変わるのは違う画像を3枚。ね。だから計6つ今走ってることになります。それをさっき、途中で電気が切れて、いろいろありました。電池が切れちゃっていろいろありましたけど、洗車してもらってる間に終わらせることができました。で、ごめんなさい、さっきの Facebook のそのデータに戻ると55歳以上が圧倒的に多かったということですね。なので今回の画像は、まあ、3枚出したうちの2枚はこれも女性向けですので、もちろん医者は男、その治療を受けている患者は女性っていう写真をもちろん持ってくるんだけれども、その患者はですね、治療を受けている患者の、あの写真は、ちょっともうちょっと年の上の方、なんとなくちょっとこう若い子っていうよりかは、おばさんもしくはおばあちゃんみたいな、ちょっとそういう域で、2枚作り、そして、最後のやつはもう1枚、若い女の子を入れて、やりました。はい、なので3枚なんとなく、イメージを言うとですね、医者が1人、おばあちゃんがうつ伏せになっているところを、肩のあたりに手を置いて治療しているところ、2枚目は、なんか測定器みたいなところにおばあちゃんが座って、そして医者がそれを横から見ながら何かをこう測っているところ、で最後は、その若い女の子も、なんか測定器のところに座って、で、医者が横から何かを測っている。まあなんとなくその3つの画像ですね、今日は出したのは。まあこれでデータがどうなることでしょう。本当にやっぱりこれで不動産売るとかなんか何そこらのさ全部同じようなこう回路の人とかだったら本当に実はこれね超楽勝だと思うんだよね。うん、でもしょうがないよね。まあ今、やっぱ乗り気になってくれるか、先生が、ね、いるだけやっぱりちゃんと仕事はしたいと思います。非常にやっぱりこういう難しいところで、ちゃんとね考えてできればやっぱり他のもっと難しいのが出てきたところでも自信持って取り組めると思うのでいい練習です。はい、そのところで、バーベキューポークを、早く家に持ち帰りたいと思います。 OK、 じゃあね。